ちゃこんにちは。どうしました？怒り爆発だよ。怒り爆発？まあね、舐められた、一してやられたっていうのが。まさに昨日の試合ですね。ああそうだよ。お、めさし、いつもは3連戦の振り返りでやるんですけど、いやどうしてもね、はい、これ年に一度あるかないかのプレーが出たし、はい、3連戦の振り返りでやってると相当長くなるんで、ね。これいやだからちょっとピックアップでね、はい、ちょっとやってみたい。まあ3連戦の振り返りの中でも触れるけど、はい、ちょっと詳しく。もうとにかく今すぐ言いたいぐらいな。まあそうだな。ピックアップゲーム。まあそれが中日対日本ハム。昨日のですね、決勝点の取り方、はいね、2対1で日本ハムが勝った、はい、その勝ち越し点を奪ったプレーに迫るみたいな。迫ってる、でも怒ってる。いやこれはね、はい、やった方はね、はい、もうスカッとさ、なんかコカ・コーラみたいな。難しいですね。あのそんな感じだよ。あれですね、4回ですよね。4回表ツーアウト1、3塁で、まあ、バッター江越選手、はい、で、ファーストには上川畑選手、はい、でサードに万波選手がいて、中日の立浪監督としたら泥水を飲まされたみたいな、この野郎とか思って、はい、いやでそのぐらいの腹立たしいプレーだよ。まあ、小笠原投手でバッテリーは、はい、まあ、今木下選手が怪我でもう離脱したので、はい、まあ、石橋選手がマスクをかぶってたと、はい、であの状況なんですけれども、まずちょっとホワイトボードで、西一三塁の場面、日本ハムが好きそうで、江越が打席、はい、ね、でまあこうなってるんだよね。こうなってる、うんうん、ね、そうですね。万波三塁ランナー、はい、上川畑が一塁ランナーでね、はい、でこの時のサインって盗塁に備えてセカンドスローなのか、はい、あのピッチャー返しなのか、うんうん、ノースローなのか、はい、っていうのをこう決めるサインがあるんだよね、うん、で日本ハムの場合はさ、やっぱこうダブルスチールっていうのはすごく多くしてくるチームだから警戒するじゃない、はい、ね、だからそれどこに投げるっていう、はい、で万波がサードランナーだと足も速いし、うん、投げたら走ってくんじゃないかとか、はい、いろんなことを考えながら駆け引きをしてるんだよね、うん、でホースボークっていうプレーは、はい、ね、ちょっと違ってて、はい、ホースボークはどういうふうなことをやったら成立するかというと、はい、まず、ね、ピッチャーがセットに入るで一塁を見た瞬間、髪型を見た瞬間に、うん、万波はもうスタートするんだよ。もう先にね、先に走ってる、これ先だよ、はい、先に、うん、これ1番目、ね、で2番目に上川畑がどうするかというと、この万波のスタートを見た瞬間に、うん、こっちに走り、ちょっと走る偽装をするんだよ、はい、2番目、うん、そしたら小笠原、左ピッチャー、うん、これは左ピッチャーの時に限りできるプレーで、はい、そうですね。そしたらこれ、あれ飛び出したと思って、うん、投げちゃいけないんだよ、本当は。ダメ。だってここスタートに行ってんだもん。で投げたばっかりに、福田は、はい、ファーストの福田はホームに一瞬投げる格好したけど間に合わないと思ってセカンドに投げたんだ、はい、で上川畑を刺したんだけど、はい、まんまとやられたな。そうですね。これがホースボークっていうサイン。右ピッチャーの時にはなかなかできないんだよ、はい、サードランナーが早くスタートできないから、うん、やっぱり左背中向けてるじゃん、はい、だから万波が先にスタート切れるんだよ。そういう時に必ずあの成立するプレーなんだけどね。これ、江越選手がこの場面に行く打席の前に三塁コーチャーが結構指示なんかサインを出してるんですよ。それがこのフォースボークっていうサインを出してた。いやそれはもちろんそう、一三塁でね、はい、やっぱサインは常に出してるよ、うん、サードコーチャーは、はい、これなぜかというと上川畑を走らせるか走らせないかとか、はい、ダブルスチールを出すか出さないかって、うん、でもこのホースボークっていうのは、うん、おそらく中日ベンチは誰も考えてなかったと思う。なぜこういうプレーをやるっていうの。これあの確か去年、オリックス戦でやってんだよね、山崎幸也投手の時にやってると、はい、まあ、だけど、はい、このプレーでなぜ点を取れたかというと、うん、やっぱり左ピッチャーの反応のいい小笠原だったっていうことだよね。それとやっぱり指示が出てない、はい、1、3塁での、そのキャッチャーへのキャッチャーがどこに送球するかっていう、うん、指示は出てたけど、はい、フォースボークがあるかもわからないぞって、だから1塁ランナー の動きに騙されるなよっていうふうに、はい、先に言っとかないと。それがコーチ陣から選手に伝達がなかったっていうことですよね。そうそうそう。でね、やっぱ走った万波が走った瞬間に、
これ絶妙だったね。上川端がパッと動いた瞬間小笠原が投げてんだよ、はい、でもキャッチャーの動きは立って、はい、もう万波に気がついて立ってんだよね。 あれはもう気づいてたんですか、ね、気がついてる。で福田も気がついてんだよ。だからピッチャーの小笠原投手だけが気づかなかったっていうことなんですか、うん、はいはい、でもねこれはね、はい、まあ1対1でずっと昨日もやったけど終盤にやるサインなんだよね。あ、まあ、例えばあの1点負けてるとか同点だとか、はい、例えばやりやすいのは松井裕樹楽天の左ピッチャーで抑えっていう、はい、大体ね7、8、9ぐらいで使うようなサインなんだけど、なぜ決まったかっていったら4回っていうこともあったんだよね、うん、序盤ということも、はい、でもそこで決められたおかげで中日はその1点追いつかずにやられたんだよ、はい、これは腹立つな、指揮官としては舐められたという。これ仮にその中日のコーチ陣からフォースボークもあるよっていうふうに言われてれば、これ本来だとどういうふうにもう小笠原投手は投げずに、小笠原は一塁ランナーに動いた瞬間に左足をプレートから外して一回万波を見るよね、はい、で本来ならホームと三塁の間でこうアウトにする、まあ、ランナープレーになるか、うん、それと万波が起点よく止まったら上川端を刺しに行くか、あどっちかしかできないんだよもう、はい、だからもう気づき、それと準備をしておかないとこういうプレーがあるっていう、うん、だから日本ハムのやっぱこう攻撃のパターンって今年は静かなんだけど、はい、時としてこういうことをやってくるという、うん、それがまんまと決勝点を奪った形にはなったんだけどさ、ね、だからこれはねやっぱ立浪監督怒るわ。ゴミ箱ね5つぐらい用意しておかないといや本当にもう蹴ってましたね、左右対称で6つやどん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 、そうそうそう、そのぐらいの怒りだよこれ。なんでコーチがなんで指示してないんだっていうことだよ。いいか守備コーチ、はい、ね、日本ハムの攻撃は何をしてくるんだ。確かにダブル出塁多いぞと、ね、だけどこういうことだってホースブックだってお前一言言ったかって、それをやっぱり言わずしてやられたら誰のせいなんだって、うん、選手は必死にやってんだって、目の前のプレーで刺しに行ってる、うん、これはもう小笠原にしたらしょうがない、1点差でやってて、はい、ホースブックなんか頭に1ミリもなかったと思う、うん、ああそうか、1ミリあったらやっぱパッと見てるよ、はい、でもそこに気づきを持たせるっていうのがコーチの仕事だろうって、うん、監督なんていろいろ考えてるよ、はい、小笠原どうしようとか次代打どうしようとか、うん、ね、選手の配置をどうしようかとか、もうね常にこう監督って頭の中をこうぐる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 回ってんだよ、はい、ね、そこでやっぱ担当コーチが守りのやっぱ指示してやらないと、うん、フォースボークあるぞって、うん、だからそういうことをやんないと腹立つよ、これは全員腹立つよ。そうなんですね、豊さんが、いやもう舐められたっていうことだよね。豊さんがコーチをやってる時に、うん、こういう状況もあるよってで伝達したことって選手たちにありました？いやある、だサインを作ってるから、多分中日はフォースボークっていうサインが多分ないんだと思う、あないかも分かるかもしれないってことなんだ、うん、俺は作ったんだよ。あ、そうなんですか。それはなんでかって言ったら山口っていう巨人の左ピッチャー、はい、もう本当点取れなくて打てなかったの、だからもうその山口用に作りましょうよって言ったら、はい、中畑監督よし作ろうって、で試しにロッテ戦にやったんだよ、はい、まんまと成功した、お、ね、よしこれ使えるなっていうことで、はい、山口をずっと待った、はい、1、3塁なんないんだよ打てねえから打てねえんだよその前に終わっちゃうんだよ作ってくれよって、こっちは準備してるんだからみたいな、そうそうそう使えなかったんだけど、はい、でもやっぱりねこういうことっていうのはちょっとした予備知識を持つだけで、はい、ね、防げるプレーなんだよ、はい、でもね新庄監督っていうのはやっぱそこら辺は機転が利くな、そうですね、あ状況を見た瞬間に、でもね勝負事って勝てば官軍って言うけど、うん、4回にこのサインを出したっていうね、はい、この機転だよ、うん、それが決勝点になってるわけだから、そら終わってからもう腹あったにひっくり返るよね。で7回にワンアウト満塁まで作っといて、はい、三振三振だから、はい、これあるわってもう一回お前あのゴミ箱持ってこいみたいな感じだよ何個あっても、いやもうそらそうなるよ、もう指揮官だったら我慢できんよ、ほら PL なんてお前エリート出てきてんだから立浪なんかほんでお前1年から出て、はい、ね、
うん、でお前に2000本まで打って、はい、この野郎舐められたみたいな感じだよ。そうなんですね。ほらお前ゴミ箱何個あっても足るかよお前。いやほんまって、いやだからそれをサポートしてるのは誰なんだっていう話だよ。だから立浪監督もやっぱ試合後にコメントで、これはやっぱコーチ陣が選手に伝達してなかったミスだっていうふうにコメントしてました。いや選手はねやっぱ1ミリもなかったと思うよ、若い選手だし、うん、あね、そうか。だからそこら辺をやっぱ支えるのはやっぱコーチだし、うん、だから前の動画でも言ったけど、はい、ね、誰のせいだってやっぱコーチの責任だって、うん、やっぱコーチは何やってんだって選手たちに言えるのかって、うん、お前なんであんなの気がつかなかったんだって、お前だって気がついてねえだろって、だから指示でしてないんだろっていうような感じで、そうですね、言っててね、守り方が悪かったっていうのはそれでもコーチの責任だよ、うん、その守り方をしっかりやってないっていうことだからさ、はい、うん、ね、だからそこら辺はやっぱりしっかりやらないと、うん、俺がもう腹渡逃げ帰るってシーンだったと思うよ俺は。でしょうね。いや、あと一手豊さんが言ってたのが、はい、その上川畑選手のセカンドへの、そうだよ、これでね、これでね、日本ハムが一つミスしてるのは、はい、上川畑がセカンドにスライディングしてるんだよ、はい、でタッチされてるんだよ、アウトになってるんだよ、うん、どう言って、いやいや、これはやっぱ万波がいいスタート切ってて、ホームイン先にしてるから、1点取れたけども、はい、上川畑は自分がアウトになってもいいから、止まらなきゃいけない。そうですね、うん、で自分が万波を確認するぐらいじゃない、それまで挟まれてなきゃいけないってことですよね。当たり前だよお前。確かに動画見たらスライディングで言ってましたから、髪型キョロキョロしてたからね。いやいやお前そこスライディングするかみたいな。そうですね、それも豊さん的にはちょっとミスだよ、うん、ちょっとクオリティが低かったな上川畑の、うん、万波は最高だった、もう抜群でしたか。もう抜群だね、うん、万波欲しいねトレードで。どこにどこ。いやいや俺球団持ってないから。そうですね。そうそうそう。いやだけどいや見事に決まったな。あ、そうですね、まあ、年に一度見られるか見られないプレーだから、うん、もう熱くなっちゃって俺も。そうね、七夕みたいな感じですよ、1年に1回彦星と織姫が会えるようなプレーだったと。誕生日みたいなプレーだよ、それも1年に1回。そうですよね。そうそう。確かに。いやいやでも、うん、ただねやっぱこう勝負の前に、うん、日本ハムというチームは何をやってくるかわからないチームだぞって、だからいろんなことが考える中の全部を考えて守れって、うん、例えばこれだったら1・3塁だったらね、2アウト1・3塁、2アウト1・3塁だったら単独スチールもあるだろう、ダブルスチールもあるだろう、はい、ね、まあ、そういうことなんだよ、だから全てのシチュエーション、だからこれひょっとしたらフォースボークもあるかもわからないとかね、うん、で江越のセーフティーバントがあるかもわからない、はい、プッシュバントがあるかもわからない、もうね全部のシチュエーションを頭に入れながら守らないと日本ハムの野球っていうのはやっぱこういうことやられる。そうですね、まあ他のチームもねやっぱそういうことは考えておかなきゃいけないけど、うん、やっぱそこまでやっぱ教育をコーチがしなきゃダメだって。そうですね、うん、まあ、やっぱり危機管理を徹底してないとっていうところで。その通りだ。そうでした。はい。